NSC ラフラフアワータイムキーパーの2人でお送りしております。それではコーナーに参りましょう。食いしん坊のりひこの飯テロ天国第2弾よ。ありがとうございます。このコーナーですね、僕の大好きな、食べることで、あずじのりひこが食べたくなるグルメ情報を松井君が厳選したゲストの皆さんに紹介していただきますと。なるほど、はい、任せてください。あもうだグからルメ今情から報ですね。3人のゲストがプレゼンするんで、はい、食べたくなる度合い、前と一緒、11段階で評価してください。最低が空腹。で、腹1分目から9分目とあって、最高が満腹。はい。になります。満腹多かったよ、前確か。前多かった。前は確かご飯のお供や。そうそう。で、俺、買って、明太子のチューブのやつ。ええー。たこ焼きにかけて食べた。なんか、たこ焼きにかけて。それはもう、それ収めるのバリうまかった。それはうまい。やばかった。じゃもう、飯にやれや。いや、飯やらなかった。冷めるわ、もう。合うって、たこ焼きには。それ、それパスタとかにやってるといいって、その何やろ。それぐらい、なんか、この、ちょっとイレギュラーやからいいのに、ほんま。ご飯ですよ、ご飯にかけてるのと一緒やから。まあまあ、そうやな。パンにバター塗るの一緒やから。意味ないことすんなって。冒険せえや、お前。信じられへんぐらいうまかった。そりゃそうやろ。あんねんから。明太子のなんか、なるな、たこ焼きな。やめてよ、お前。うわ、もうええわ、テンション下がったやめて、もうこの、なんでやれ。これ。やってくれ、やってくれ。今回のテーマは創作、簡単創作料理。簡単創作料理で。いいですね。簡単創作料理ありがたい。もう僕も飯はある程度は作れますけど、そんな知識ないので。なるほど、なるほど。はい。適当にパーンって作れるのがいいですね。じゃあ早速一人目から行きましょう。一、はいはい、人目は、NSC44 期、はい、芸歴2年目の、はい、当選郷、桃源郷、桃源郷、おとみ、おとみ、おとみです。それじゃあ、それに見ましょう。ギリギリ。おとみー、おとみー、あれ、おとみー、おとみー、おとみー、ああ、もう、ま、夏嫌や、もうほんま、もう、ま、夏嫌で、ほんま、すいません。始まってますか、これ。始まってるよ。え？すみません、ほんまに。お前、普段何やってんの、それ。すみません。桃源郷の音美です。お願いします。すみません。誰ちゃう、音美ちゃうかったっすよ。今、最初、誰やってた？なんか、カツラとサングラスかけて。コンビニ行ってまして、すみません。コンビニ？コンビニ行ってまして。コンビニ行くのに、あの格好にしてたの？はい、プライベートは、寒がりなアフロっていうのでずっとやってるんです、僕。何そのタイトル。何やねん、僕、そやっのてまタイす。トル。すいません。ちょっと寒がりにアフロでやってんねや。そうなんです。めっちゃいいやん。ちょ、やっとしたら、あのすいま丸せいん。グラサンなんなん？いやいや、あれがアフロに合うからなんちゃう？うわぁ、間に合わんかった、怒られる。怒られる。全然、いいよいいよ。じゃ、誰かやと思うやん。すいあ、ま青生地とかなんか。せん。はい。ただただ、アフロかぶってジャンバ着て、寒がりなアフロ。説明書みたいなやつ。プライベートは寒がりな。じゃあ、なんか他に、もう一ひねりあるタイトルないんかい。いや。言わないいや、です。まあ、よ言わかっないたでよ。すよ。いいね、プ言わライんといベーてくトだいいさね。い。充実してたよね、何が充実してんねん、寒がりなアフロの。なるほまあど。まあまあ、桃源何郷の枠なおとんみで、ですすいません。ね。はい。なんで。はい。お願いしま何す。枠は寒がりなアフロにしちゃったらええんや。いや、何枠通りの、スタイルがいいと思います。まあ、ちょっとね、落ち案が、まあ、そあれれぐやらいもんにっね。ていうので、ちょっとやらしてもらって、僕も。俺対何抗する枠？ぞっていうのは。俺何枠やで？お、じゃあやらなあかん、お前なんでやらなあかんプの、ライベサートムか。ガいリや、をやったほうがいいです。暑がりのデブずっとやっとったらあかんで、いや、プライベープライベートのデブやってんちゃうの、もう、プライベート。帰や、プライベートは。ずっとプライベートやんちゃう、俺。じゃあもう時間もないので、早速行きましょう。行きますか？はい、お願いじします。ゃあ、おとみくん、今日は何について喋ってくれますか？ネギマヨ、ポン酢唐揚げ丼でございます。おー！なるなほるど。ほど、唐揚げはもう大好物じゃん。もう、いい匂いがしてますねよ。え。それではじゃあ、おとみくん、プレゼンお願いします。まずですね、もう本当にもう適当な冷凍食品の唐揚げをまず買ってきてもらって、もう多ければ多いほどいいです。もうね、何でもいいんで、もう味でなんとかなるんで、まあ、買ってきてもらって。で、包丁とまな板もいらないです。わ、いいもね。う、畳で。おとみ、おとみ、おとみ、おとみが半目で、そのまま止まった。おとみが、おとみ、おとみ大丈夫おとみ、
くれるんで。音見がすごい。どう喋ってんの。おたみ、おたみ、ごっそり何も聞こえなかったわ。なんか言うてた。嘘でしょ。おたみ、もう一回言って、もう一回。どこからでした。もう最初から。包丁とまな板がいらんとこから聞こえなかったわ。そう。すいません、急ぎます。あ、違う、うん、包丁とまな板いらんとこからね。はい、まず包丁とまな板いらない。なぜかというと、ハサミでネギを切ります。なるほど、なるほど。ネギを取ってください。別のボールで。うん。ほんで、もうマヨネーズが油の代わりになるんで、もうフライパンにマヨネーズをピタッといって、もう火をかけて、ほんじゃもうそれでもう冷凍、そのね、あのネギとか切ってる間に唐揚げをもうチンしとくわけです、まあ、ある程度、うん、ほんで、マヨネーズがちょっと溶け出してきたらもう唐揚げ入れて、でもネギ入れて、で最後もポン酢ちょっと入れて炒めて、でご飯をよそった丼にかければこれで完成でございます。なるほど、なるほどね。卵なんかも足しちゃってもらっても大丈夫。ああ、なるほどね。はい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 。以上ですか。白ごまとかも添えてもいいですよ。ああ、確かに。こうなってる。今フリーズしたかと思った。白ごまをあえて、以上ですか。以上でございます。ああ、はい、素晴らしい。美味しそう。確かにね、めちゃくちゃ美味しそう。めっちゃ想像できる。うん、めっちゃいい。ありがとうございました。はい、それでは判定いきましょう。はい。あずちくんお願いします。空腹まさかの、はい、初じゃない空腹、初の空腹です。え、なんでなんで、範囲はめっちゃ良かったやん。いや、その知ってます。それがうまいこと知ってます。それぐらいわかりますか。それぐらいわかります。なんか、なんか何を言ってるんですか。冷凍の唐揚げなんか。いやいや、舐めてますよ。うちのこと。確かにな、厚刈りのデブやってるもんな。やってないわけないやん。唐揚げ丼。確かに。はい、そっかやな。ね、で、これね、僕ね、これ僕ね、うん、地元がクズハなんですけど、うん、クズハに四川ラーメンっていうラーメンあるんですよ。ああ、一回連れてもらったことあるの、うん、これとほぼ一緒のレシピの、うん、ただ、唐揚げのタレだけ、ちょっと唐揚げの、唐揚げ丼のタレだけ、唐揚げ丼用にしてるタレで、同じようなレシピの、うん、一番うまい唐揚げ丼あんのよ。ああ、なるほど。うん。だから俺はそれを食べたくて家でもうほとんど同じ作業をやってる。なるほど、うん、ほぼ同じことやってて、ほぼ同じことそれ超えてると、なおかつ、うん、本当に超えてると。そう、ほんで俺は正直こうやみつきこうネギとか言ってたから、うん、ちょっとなんか一味二味変えるんかな思ったら、もうそのド直球やった。だからちょっと僕はもう知ってるからな。うわー、おとみ、これは残念やったな。なんでやっぱそれはアキラに紹介するときはやば。確かに俺やったことない、それは、うん、俺に紹介するんやったらちょっとなんか一味変えてほしい。なるほど、うん、あ、ニンニク入れとけばよかったな、まあ、ニンニクもね、いいね、ニンニク入れるのもいいと思う。例えばほんまにそれこそ、はい、なんかこう前のあの細みたいにあの明太マヨのやつをかけるとか、はいはい、うん、なんかそんなんが欲しかった。なるほど、なんかそのお店のこれをかけたらうまいんですとか。ああ、なるほどね。ちょっと一個だけなんでやろうって思ったのがあって、うん、唐揚げを調理して焼いたやん、はい、フライパンで。あれはなんでな。ポン酢を焦がすんですよ。で、おお、なるほど、絡めるということでございます。マヨネーズ焦がしでもいいです。なんでマヨネーズ焦がしでもいいです。マヨネーズ焦がしでもいいし、マヨポンの焦がした感じの雰囲気が唐揚げに染み渡ると、はい、そうでございます。ほんまですか、それは。ほんまに、ほんまです。ほんまにその作戦で言ってますか。これ持論です。ああ、なるほど。あくまで僕の持論です。ちょっとじゃあ、腹二分目にしときます。お、やった。グレードアップした、盛り返した。腹二分目にしときます。よかった、持論があったから、うん、よかった、うん、持論があったんで盛り返しました。ちょっとほんま頼むから、次ちょっとおとみ、多分好きなものはもう大体一緒だと思うので、はい、ちょっと次に期待したいです、ね。なるほど。はい。おとみ、またじゃあ簡単。ここは厳しく。から2分目で、じゃあ。
また出させてください。ああ、また創作料理考えといて。考えます。リベンジして。もうネタ考えません。ネタ考えません。それだけ考えます。考え、創作料理考える、はい、それだけやります。相方の、 あのインド料理屋さんみたいな。やめてください。インドカレー屋さんみたいな方に考えたら。語弊が生まれますよ。ペルー人でございます。ペルー人にお願いします。ペルー人。おたみありがとう。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。俺は美味しそうやったよ。いやー、まあね。いや、まあまあまあ、よかったけども。うん。ちょっとね、もう僕がもう自分でやりまくってるやつ。なるほど。はい、そうです。さすがに通ってるか、さすがに通って、あの道は。ほんで、どこの冷凍食品の店の、冷凍食品の唐揚げとかも欲しかった。なるほどね。うん。やっぱ俺、袋に入ってる、あれどこやったっけな。ちょっと黒いつぶつぶのね、あれがね、あれがもう一番、ね、唐揚げ。あれ、えぐいから、マジで。めっちゃうまいな。あれの中身が何やと言われてもあれと思う。ああ、なるほど。もう、なんかあるやよ。噛みやすいよな、あれ。噛みやすい。あれの中身実はなんか、な、犬の肉でした。あ、なんかあるやん、事件が。それで何やとしても俺はあれを食べる。あれ美味しい。うん、はい、はい、はい、ということで、それではこのあたりで一曲聞いていただきましょう。ラジオネームみゆぽ様からの、みゆぽさんからのリクエストです。私がリクエストしたい曲は、ミセスグリーンアップルさんのダンスホールです。仕事だるいなと思っても、朝の車中でこれを聞いてテンション上げています。タイムキーパーのお二人の仕事前に聞く曲があれば教えてほしいですと。時間がだいぶいってしまったら、なんか朝絶対聞くやつありますか？俺何も聞かへんな。何も聞かんねえ。曲何も聞かへん。ほんまに何も聞かへん。まあまあ確かに、じゃあ、聞かへんねんな。まあちょっとこれ聞いて朝これ聞けるようになりますね、うん。ということで、みゆぽさんからいただきました、リクエストです。ミセスグリーンアップルでダンスホール。NSC ラフラフアワーでは、ふわちるの皆さんからのリクエストもお待ちしております。メールアドレス、lrh@esfm.jp に送るか、ツイッターでハッシュタグラフフワでつぶやいてください。はい、それでは二人目行きましょう。二人目は、そう、あなたですね。お、勝手に取らないでよ、ごめんなさい。ごめんなさい。それでは二人目行きましょう。二、はい、人目は NSC45期、うん、芸歴1年目のバンブー香川。バンブー香川。それでは早速つないでみましょう。バンブー香川。はい、よろしくお願いします。バンブー香川です。バンブー香川。はじめまして。はじめましてです。お願いします。1年目のバンブーで香川と申します。バンブーで香川です。バンブーで香川。バンブーで香川。曲みたいになっちゃったんですか。バンブーの。バンブー。バンブーの香川と申します。バンブーで香川。そんな花輪さんのパクリみたいな。SGA サガみたいな。香川県の曲。どうぞお願いします。はじめまして。なんかあんまり飯とか興味なさそうやな。確かに。飯興味あるんですけど、うん、シンプルに痩せてるだけで、なるほどなるほど、食べてるだけで飯は全然好きなんですよ。僕の世界で行き過ぎてました。そうですね。痩せてる人が飯嫌いな人、そういうわけじゃないです。そういうわけちゃうん、うん、すごい聞き心地のいい声。確かにね、なんか優しそうな、うん、ありがとう。はい、ありがとうございます。じゃあ、じゃあありがとうじゃない、それではね、今日は何について話してくれるんですか？はい、今日僕はアボカドを使ったレシピっていうのを紹介させていただきたいと思います。いいですよ、これはまたちゃう角度やね。これは僕期待してます。正直僕アボカドはね、そのほんまに美味しい、なんていうの、ほんまにうまく使ってるアボカド料理とかをあんまこう見たことないし、あ、なるほど、使ったこと、ただアボカドがむっちゃうまいことを知ってるのことは知ってるの。ああ、はあ、でも俺は美味しく食べたことがあんまなくて。なるほど。で、自分で作れたこともないから。お、もうこれ大概やな。はい。じゃあ、バンブー香川くん、はい、アボカドについてのプレゼンお願いします。はい、お願いします。まず、アボカド、ご存知ですと思うんですけど、はい、まず、アボカド、実は野菜じゃなくて、果物でして、なるほど、栄養価が高い、満腹感を得られる。うん、そして値段が安めっていうような特徴を持っているものでございます、はいはい、でこれ若手芸人にはすごく優しいこの特徴なんですけど、このアボカド、僕はこういうふうに考えてて、食卓における近藤健介、なるほど、もしくは遠藤康人の、なるほど、中盤のいいところだね。そうですね、ちょっとこのスポーツ選手2人、スポーツ選手なんですけど、うん、を聞いてタイムキーパーさんにちょっとどういった印象を持ちか聞きたいんですけども。なるほど。まあ、近藤は、うん、やっぱり野球選手の近藤よね。あ、そうです、野球選手の。近藤ってほんま打率めっちゃいい、出塁率が抜群にいいから、うん、ほんまにその、
なんかこうメジャーに挑戦するみたいな、こうおなんかこう大物の打者というよりは確実にヒット打ったり、もういぶし銀な、むちゃくちゃ、そう、ただ絶対必要やでっていう選手。なるほど、うん、そうなんじゃ、遠藤もサッカー選手で終盤も守備も攻撃も全部できるっていう万能な、万能、めちゃくちゃいいとこついてます。ありがとうございます。ありがとうございますズバリ主役にも引き立て役にもなれる存在。なるほど、アボカドです。ほえやっぱ近藤健介とかもやっぱりその自分でホームランとかヒットも打てるんですけど、やっぱチームのためにバッティングしたり、で遠藤康人もやっぱサッカーにおいて自分で PK とかも決めれるんですけど、ちょっとチームになくてはない、うん、ならない存在っていうことで、そういうふうにアボカドもちょっと、まあ、派手さ、自分で主役にもなれるんですけど引き立て役にもなれるっていうところがアボカドのいいところだと僕は思ってます。こんなアボカドのレシピをちょっとじゃあ今からちょっともしかしたら分かりづらかったですかね。いやめちゃめちゃ分かりやすい今のところいいよ続けていう感じ。はい、うん、そんなアボカドのレシピなんですけど、一つ目こちら刺身ですね。おー、これは言ったら主役のアボカドです。はいはいはい、わさび醤油、ホームランを打つゴールを決めるアボカドです。はいはいはい、これはもうこれだけで楽しめる、アボカドを楽しんでいただくっていうものになってます。おー、なるほど、はいはい、でこの調味料をやっぱ自分で組み合わせできるっていうのがすごく良くて、うん、何にでも合うんで、ほんまマヨネーズとかもあんねや、うん、やったことないわそれは。でこうおすすめがごま油なんですよ。ごま油、刺身とかのイメージないと思うんですけど、なんかあれやね、焼肉屋の千枚刺しとか。ああ、そうです、そう、本当にそんな感じで、うん、なんかアボカドってちょっと甘いんですけど、それが引き立ってめちゃくちゃ美味しいです。へで、これがまあ主役のアボカドですね。はあはあ、次なんですけど、うん、このアボカドとツナのナムル。あ、いいですね。これも結構、これもアボカドってちょっと甘いんで、はい、このツナの塩辛さとめちゃくちゃ合って、なるほど、美味しいんですよ。で、海苔これかけてるんですけど、これ実は普通の海苔じゃなくて、うん、韓国海苔かけたらいいですね。好きですよね韓国海苔は。そうなんです、めちゃくちゃ美味しいんで、これもちょっとぜひやっていただきたい。美味しそう。なるほど、はいはいはい、これお酒にも合うしご飯にも合うって感じなんで、で最後なんですけど、はい、これちょっとまあお金かかるとか奮発するとき、はいはい、なんですけど、アボカドとサーモンのユッケ丼、うん、これちょっと僕大学の時の食堂でこれを初めて食べて、はい、めちゃくちゃ美味しくて、これを調べてまあちょっと自分で作ったりしてるんですけど、なんかまあちょっとまあお金かかるんですけど、サーモンと醤油とごま油、うん、でアボカド角切りにしてあえて、でご飯の上乗っけて、最後卵黄とか乗っけて、あ、さらに韓国のりとか乗っけたらなお美味しいです。ああ、なるほど。で、そうですね、サーモンとかをちょっと買えないとかお金かかるじゃないですか、ちょっと、うんうん、でそういう時になんかあのスーパーで深夜帯とかになんかやっぱ半額になったりするなんか漬けみたいなのあるじゃないですか、うん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 、ああいうのにもうそのままアボカド混ぜたら結構簡単にもできて値段も安く抑えられるんで、これめちゃくちゃすすなるほど、なるほど。はいはいはい。っていう感じで、ちょっと主役と脇役、どっちもできるアボカドっていうのをちょっとプレゼンさせていただきました。なるほど。以上ですか？あ、で、最後、ちょっと注意事項なんですけど。注意事項？注意事項？アボカドスーパーで買うときに、うん、やっぱ食べ頃のアボカドが欲しいじゃないですか。うん、で、そのときにやっぱりこのアボカドをちょっと持ってきたんですけど。アボカドや、アボカドや。柔らかさを確かめたいっていう気持ちがすごいあるんですよ、うん、僕も。ああ、確かにね。でもこの押した瞬間にやっぱこっからめちゃくちゃ腐るらしいんで、うん、あ、それだけは本当に許されざる行為なので。なるほど、アボカドギュッてしたらあかんねんや、はい、ギュッてしたらそっから腐っちゃうんで、はあはあ、なのでそれだけちょっと気をつけて、はい、ご紹介したレシピを作ってみてもらいたいなと思います。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。
素晴らしい。はいはいはい、いいですね。素晴らしいよ。素晴らしいです。ありがとうございます。それではもう早速判定いきましょうか。はい。それでは、あずちくん判定お願いします。パラ、2分目、2分目。いや、なんかすごい、興味持ってもらった感じはあったんですけど。なあ、そうやんな、俺120点あげたかったよ、俺は。本当ですか？めっちゃよかった。プレゼンもうまいし。もうちょっと、これがうまいって、はよ言うてや。長い？長い。え、遠藤近藤長い？遠藤近藤っているしな。俺らが言った答え通り。俺めっちゃ話聞きたいのに、遠藤と近藤がどういうポジションのやつかを説明されても、知らん。確かに、まあ、自分でもちょっと。どうでもいいと。ほんとがどんなポジションで。まあ、ほんとに、まあ、いい、まあまあ、わかるけど、一発目、刺身まあまあまあな。という。だって、刺身に関しては、魚とか肉とかの方がうまいもん。でも、このごま油っていう新しいチョイス。いや、だから、ごま油につけて食うのは、うん、結局、その、あの、レバーとか、うん、あの、千枚の方が好き。それ言ったら結構じゃあ俺はもっとサーモンユッケ丼みたいなのをもういきなりサーモンユッケ丼ですと、あこうしてこうしてほんでここにこんな入れたらもっとうまいんですよって言ってほしかった。なるほど、うん、あ丁寧すぎた。俺らがアドバイスを何にも知らんと思った。あ知ってるし、ね、確かにな。アボカドの味知ってるし俺。でもただあれ、ね、ツナのやつとか良かったんちゃう。ツナのツナのやつちょっと一個言わせてください。ツナ缶はちょっと塩辛いじゃないですかって言ってくれたんですけど、うん、あれ塩辛くないです。それはもう僕は正直今ツナ缶には味がないと思ってる。ちょっとごめんこの子太りすぎてるわ。あれはただオイリーなオイリーなもの。なそしてあれはマヨネーズとあって初めて完成。はい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 。あれにツナを、あのツナ缶にマヨネーズを入れないなんてご法度。なるほど。本当に、やめてください。いや、香川に帰れ。やめてください。知らんけど、香川出身かは。いやいや、すいません、なんか。ちょっともっとアボカドでもっともっと、もっともっとバカみたいな飯を欲しかった。なるほどね。なんかちょっとやっぱこの人飯好きじゃないわ。本当？そんなことない。本当に好きで。いや、俺ツナのあのレシピなんかもう酒のあてで出てきたらめちゃくちゃ嬉しいけどな。いや、そうですね。ほんまに飯が好きなんやったら、ほんまに飯が好きなんやったら、ご飯いっぱい食べて、食べんのも下手やから、白 T に全部、あの、汚れついて拾ってきられへんで、普通は。あ、メッシ好きなやつ。そう、そんなちゃんと白って着てるやつおらへんから、どこで。もう今白って着てるから。そう、白って着てるから。時点でメッシ好きじゃない。俺は白って着てる人はメッシ好きじゃないと思う。じゃあ、世の中ほとんどやな。そうや。メッシ、ほんま、あずち君は今日ちゃんと黒の服着てる。今日ちゃんと黒の服着てる。メッシ好きだ、証拠なんや。特に何が飛んでもいいように。うわ、すごい。うわぁ。よかった。よかったけどな。確かに。いや、どんまいよ。はい、よかった。でも俺はよかったと思うよ、ほんまに。ありがとうございます。はい。俺はちょっと試してみたから、こういうアボカドのことをこんな感じでプレゼンするんやったら、アキラにプレゼンします。僕にはしないでください。人選ばないといけないってことです。はい。やっぱ僕へのプレゼンですから。すみません。はい。いやいや、でもまあまあよかったですけどね。いや、よかったよかった。はい。よかったですけど、ちょっと今日は厳しい。俺は遠藤とかのあの下りの時ワクワクしたよ。なんか、何このこっちに投げかけてくる感じとか。確かに、ほんまに俺はほんまにやめて。メシメシメシ。アボカドの話。アボカドの話。いやいや、確かにちょっと自分でも不安になりましたよ。いや、でもありがとう。いや、ありがとうございます。ありがとうね。また、はい。来て。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ちょっと、なるほど、超えへんか。やっぱね、デブは我慢できんから。なるほどね。やっぱこの飯の話言うてんねんから、すぐ飯の話。飯だよ。そうだな、すんません。確かに。中盤ちょっと眠になってきちゃう。ちょっと、プレゼントしては100点やねんけど。まあまあ、よかったです。飯としてはあれだ。そうです。なるほど。飯の話ですからね。はい、ということで、それではこの辺りで意見を聞いていただきましょう。これは僕が選ばせていただきました。クリーピーナッツで足りない2人。NSC ラフラフアワータイムキーパーの2人でお送りしております。それでは最後の3人目いきましょう。3人目いきましょう。3人目は、はい、NSC45 期、うん、芸歴1年目のピン芸人を昼寝です。昼寝。それでは早速つないでみましょう。昼寝くん。昼寝。はい、昼寝です。昼寝だ。お願いします。昼寝ですね。昼寝です。なんだこの人は。なんかゆるいふわーっとゆるいふわ。何回かでも俺な、会ったことあんねん。あー、何度か会ってますね。何回か会ってるよね、はい、何の時から忘れたの。最初何回かしたことある。え、最初昼寝の、昼寝のその具現化じゃない。あ、そう、はい、名前が昼寝だ。本人じゃない。本人じゃないですからね。はい、ごめん、なんか言ってた。昼寝が
あの最初はあのキューズモールのイベントで会いました。ああの水泳泳ぐやつで。ほんまや、ほんまや。そうやそうや。そこに昼寝おったん、ね、ました。昼寝してました。うわ、ほんまや。昼寝してました、はい。言われて今パンときたわ。なるほどね。あのスタッフとしてあれしてくれてた。おった。はい。しました。ってくれてた。はい。その時トンキチもおった。おったな。うん。はい、いました。ありがとう。じゃあ今日は昼寝くん何について喋ってくれますか。うん、今日は僕が喋るのは、はいはい、茄子と豚バラ肉の冷やしつけうどんです。おお、なるほど。なるほどね。すごい。はい。はいはいはい、じゃあそれでも早速行きましょうか。行きましょう。じゃあ、ひろみくん、はい、お願いします。はい。早速、あずちさん、麺類って何が好きですか？麺類はね、ラーメン、そば。あ、うん、あ、ラーメンか。うどんも好きよ、でも。あ、うどんもいけます。うん、麺類は大体、もう俺、麺をすするという行為が好き。あ、ちょっと うどん苦手な人。パスタも好きかな、うん。あ、そうですよね。うどん苦手やったらどうしようと思って。全然好きよ。ドキドキしてて。あ、じゃあ早速いきます。ごめんなさい。はい、もし嫌いやったらもうやめてた。目に変えてたんじゃん、今。ここで。あ、そういうこと。そんなことないです。あの、この茄子と豚バラ肉の冷やしつけうどんは、今から来る夏の時期にあのぴったりです。なるほど。はい、あの、夏バテで食欲なくても、全然満腹になれて、あのうどんなんか特に腹持ちがいいので、あの夏に必要なエネルギーが蓄えられるっていうことがあります、この料理は。でまずなんでナスを使ったかっていうと、あのナスはあの水分が主体 あの野菜なんで、夏で水分がなくなる時期にとっておきの野菜なんです。水分補給代わりにもなるみたいな感じでこのナスを入れてるんですけど、あの他にもこのナスって冷やしすぎには注意してほしいんです、冷やしつけうどんってなってるんですけど、これ冷やしすぎると、あのシワシワになって、うまみが全部逃げてしまいます。おー、なるほど。これあのナス農家さんが言ってました。直撃したんやナス農家さん。チラシです。チラシで。あ、チラシでね。あ、なんかナス農家さんのチラシ見てんねん。何のチラシ？あの、パルコープのやつです。あ、パルコープね。チラシ。パルコープのやつね。はい、パルコープのチラシで知りました。はい。で、このナスと豚バラ肉の冷やしつけうどんの、あの、おすすめの食べ方なんですけど、お、あの、まず、こう、全部具を一気にうどんと食べるんじゃなくて、ナスだけ口に入れてもらいたいんです、はい。で、あのその後にうどんと豚バラ肉を一緒にこうすすってもらうと、食べやすくて、あの一個ずつの味がちゃんと分かるので美味しく食べれます。はい、あ、で、あと順番間違えました。あのレシピを先教えてもらう。せやんな。せやんな。これ何味付けて。あ、ごめんなさい。レシピをまず言いたくて。そうやな、はい、な、レシピをちょっと分かりやすくちょっと説明します。まず豚バラ肉とナスを3センチぐらい、これぐらいに切ってください、はい。でめっちゃ簡単なんですけど、それを鍋に入れてごま油大さじ1で炒めてもらって、あとそこに水とめんつゆと砂糖入れるだけです。ほう、なるほど。はい、これで漬け汁が完成します。おー、美味しそう。あとは解凍うどんを解凍して、はい、それをもうつけて食べるだけで、あの冷やし漬けうどんは食べれます。はい、なるほど。はい、でこの後にさっきのおすすめの食べ方です。うん、はい、さっき説明しました。これはなんで俺らなんか先生みたいな。俺らメモは取れてない。ナスを先に。いやいやいや、それでいいよ。さっきのおすすめの食べ方をしてもらいます。はい、で、最後なんですけど、今日はあの特別により美味しく食べれる調味料2つ、紹介します。特別にですよ。ありがとうございます。はい、特別に。まずちょっと、ベタなんですけど、すだち。あ、なるほどね。すだちが、こう、あの、すだちです。すだち。すだちだけ実物が出てきた。はい、これ、はいはい、うん、ちょっと可愛く切ったんですけど。確かに。カゴに入ってるみたいな。カゴにしてる。すごい。すごいやん。特技でね、ちょっとすだちを可愛く切るっていう。
すごい細かい。誰とも被ってないやん。確かに、ね、1位になれるやん。はい、これで、まあ、すだちがおすすめ。まず1個目で、うん、2個目が、うん、こちらの柚子胡椒。ああ、なるほど。これ、瓶で売ってるんですけど、うん、あの、柚子胡椒は、うん、よくあの、タレの方に入れて混ぜる人おるんですけど、おじゃなくて、うどんにこう絡めて、それをつけて食べる方が、より、いいですね、柚子胡椒が香るので、はい、こうして食べていただきたいなと思います。うん、はい。ということで、あの、はい、夏は冷たい料理で元気をつけてください。以上です。ありがとうございます。最後、優しいコメントまでくれたよ。いや、確かにね。素晴らしいんじゃないですか。素晴らしいですね。そうだ、アドチ君。はい。判定、お願いします。はい。空腹ほんま、ほんま、うん。え、なんでナスビ嫌い。うわ。あ、もう最初に終わってたんや。うん、なんか、うどん大丈夫かの確認したときに。さっきナスビを聞け。ナスビを聞けたんや。ナスか。ナスビには水分が豊富なので、水分も取れます。もう水飲んでます。僕は。うわ、ナスや。ナスだって。ナスやって、うどんじゃないわ。うどん嫌いなんかあんまおらんの。ほんまやろ。なんだ、うどん嫌いなんか。じゃあ他めっちゃ良かったよ。全部良かった。俺もいろんなとこ良かった。豚バラを使うところもええし、うん、豚このまま切れちゃダメなの。豚バラっていうのはなるべく白いものを使わないといけないんですよ。おうおうおう、なぜなら豚の油がうまいから。おうおうおう、ほんで、この、はい、こんな柚子胡椒とかね、すだちもええのよ。よかったよ、麺に絡める。で、柚子胡椒は麺に絡める。最高です。全部台無し、はい、ナスビで。うわ、ナスか。うわ、悔しいな、これ。ずっとうどんのこと気にしてた、昨日から。いやいや、さあ、なんでさあ、嫌いなやつ俺も嫌いなやつもやんな、うん、うどんやと思ってましたわ。あれな、ナスビは確かに、うん、そうだから自分で家で作って自分のために、うん、俺ナスビ買ったことないもん。ああ、なるほどな、なるほど。普通にあっても嫌や、もう俺マンボーナスとか俺頭おかしいんじゃない？これナス嫌いの人でも全然食べれます、これは。いや、食べれるか。お前、ナス嫌いなんじゃ。ナス嫌い？いや、普通でした。普通やってんな。だ普通やったらそれ食べれるよ。はい、ナス嫌いやったんやったらわかるけど。ちなみに、ナス以外で代用できるものはないんそこに。ありません。ないんやん。はい。もう終わりやん。何やねんこいつ。ナスビみたいな見た目しやがって。水ナスが。いや紫やからちゃうん。水ナスは丸くい丸目やからね。あなたが嫌いです。僕は。あ、もうやめてください。ナスビだけにしてください。いや、よかったけどな。はい、よかったよ。よかったよ。めっちゃ美味しそうだった。だから俺がなんかもうなんか40歳、50歳ぐらいになってからもう一回言うて。ナスビの良さ分かってから。なるほどね。まだまだやっぱりもう下ジャンキーですか。なるほど。うん、子供。ナスなんていらない。ナスなんていらないよ。ちょっとでも苦みがあったり、ちょっとでも渋みがある。もう切らない。水分なんかコカ・コーラで取る。うん、コカ・コーラで取る。甘み。甘み。それでいきたいですね。なるほど。いやー、よかったけどな。よかったけどな、めっちゃ。美味しそうやった。ちょっと、その次の企画、次同じ企画でもう一個なんか欲しい。あ、こいつはなんかいいのありそう。昼寝は。めっちゃいいのありそう。もう俺を、ほんまに、あの、もう太らして爆破させるぐらいの気持ちのもん。あ、なるほど。了解です。うん、頼むわ。また嫌いな食べ物教えてください、また。そな危ない橋渡んな。ナスはおるって嫌いな人。わかりました、はい。ありがとう。ありがとう。よかった。はい、よかった。めっちゃ美味しい。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとう。またね、はい、昼寝。また、はい、失礼します。います。いやー、まあまあね、昼寝よかったよ。昼寝はキャラもほんまに確かによかった。よかった。うん、なんか、もうボロクソ言える。もう最初におすすめの食べ方言って。いや、それもな。いや、俺、それ言おうと思って。まさか忘れ、こんなん忘れてたら終わりやでと思って、それ言おうと思ったけど、うん、ちゃんとその途中で思い出すのがおもろい。そうな。あ、順番を間違えました。よかったって思った。おもろかったですね。ということで、以上、食いしん坊のりひこの飯テロ天国でした。ありがとうございました。ありがとうございます。今日は、飯の話でございます。今日は厳しめに行きましたよ。厳しかったな。桃源郷富と、バンブー香川と、昼寝。まあまあまあ良かったけど。いや全部良かったけどな俺は。でももう俺も聞いたら、
やっぱ太ってんなって思った俺が、うんうんうん、なんかそのもうちょいなんか欲しいなとか。確かに味がもう味が見えへんねやろ。味がせえへんのちゃう薄すぎて。いや、するわ。するけど。してないんちゃう、いや、してるって。いや、その、もっと欲しいね。ツナにマヨネーズなくても、あれ、いけるって。アボカドツナはさ、いや、でもツナ。あえてね、なんかと。ごま油がなんかとあえてるって言ってたよ。あえてるけど、いや、ごま油はな、別にな、ごま油味ないやん、だって。いや、じゃ、ごま油は風味。あ、まあまあまあ、やろ、だからそこだよね。でもツナとアボカドと韓国海苔が入ってるから、韓国海苔にもあれしすぎてるわ。あ、ほんま、あれだけはな、うん、ちょっとめっちゃいいなと思いながら聞いてた。いや確かにな、それも思ったけどね、これなのよみたいなのが欲しかったね。なるほどね、やっぱもっと安土をギャフンと言わせんのやったらジャンキーでないと。ジャンキーまず、そして発明でございます。うん、できるだけ、うん、あの野菜は避けた方がいい。野菜は避けた。自分のために野菜を買う、そんな人はもう前に出してくれたら食べるけど。そうそう、あったら食べる、うん、ほんまにコンビニとかでサラダとかは買うけど、うんうん、その手料理に野菜入れる。なるほどなるほど。いや、惜しかった。でもよかったよ、はい、よかったですね、みんなよかった、めっちゃありがとうございます、はい、お便りもいつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、楽しくやらせてもらってます、はい、ということで、はい、じゃあ今週はこれ、こんな感じでございました。また来週も聞いてください。ありがとうございました。 See you。